ロバートとし黒田は日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団に当軍曹。第二次世界大戦時の活躍により名誉勲章受賞者となった。ハーイ州ホノルルに父、トヨカズと母、関野の間に7人兄弟の6男として生まれる。1940年にファーリントン高校を卒業後、 このルル職業学校で電気技術者の資格を取得した直後に太平洋戦争が勃発し開戦から約1年後の1943年2月に2位たちに習う形で軍西岸入隊した。1944年10月20日に第442連隊戦闘団の二等軍曹の階級にあった黒田はフランスのブリュイエール近郊で敵の狙撃手に殺害されるまでに 独力で敵の機関銃の包浴化を破壊した。これらの行為によって当初は主君十字章が授与されていたが、1990年代になってすべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受章歴を再調査したところ名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、ビル・クリントン大統領から黒田の遺族に 名誉勲章が贈呈された。また、2005年に、アメリカ陸軍のフランク・エス・ベッソン・ジュニア、大正級兵隊支援艦の7番艦は、黒田の功績を称えるため、ロバート・ T ・黒田軍曹と命名されている。現在は、故郷ホノルル近郊にある国立太平洋記念墓地、パンチボールに埋葬されている。黒田が受賞した名誉勲章には、下記のように記されている。ありがとうございます。